平野のしよキンプリ時代の関係者と恐ろく即興ダンスで興奮を呼ぶ添えられた意味深メッセージにも、おどきどきやばい。平野のしさん、元、キング、リンチェプリンス、のメンバーとしての活動から一線を退りいてもファンの心をくすぐり続けています、います。 彼が9月24日に自身のインスタグラムを更新し、振付師でダンサーのリーハタさんとの再会を祝う動画を公開したことで、ファンたちは大いに興奮しています。昨年までグループ、キング、リンチェプリンス、一員として活躍していた平野志陽さんは今でもその魅力を惜しまず披露しています。この日、 彼が投稿した動画にはリーハタさんとの楽しいダンスが収められており、その笑顔と踊りにファンたちからはたくさんのコメントと共に賞賛の声が寄せられました。9月23日、平野志耀さんはリーハタさんとの再会を祝うショットをインスタグラムに投稿し、お揃いのキャップとラッパーにパクへの T シャツを柄違いで着用していたことが話題になりました。 その親しみやすいコメントと、二人の友情を示すようなお揃いのファッションは、ファンにとって微笑ましい瞬間となりました。そして、翌日の9月24日、平野志洋さんはリ畑ハタさんとの即興ダンスを披露する動画を公開しました。この動画には、just wait for it, 待っててね、というメッセージが添えられており、リンハタさんも同様に、every wait, has a worse, どんな待ち時間にも価値があるという意味深なコメントを投稿しました。このメッセージからは、二人が何か特別な計画を進めていることが伺えるため、ファンたちは興奮しました。また、リーハタさんによれば、このダンスは即興で行われたもので、カメラ回されたから動いただけみたいな、と、二人の自然体な楽しさが伝わってきます。 このダンス動画に対するファンからのコメントは熱狂的で見せてくれてありがとうございます。楽しみに待ってます。最高すぎます。二人とも可愛くてかっこいいといった賞賛の言葉が多数寄せられました。平野志耀さんが金プリとしての活動から一線を退りいた後も、彼が自身の才能と魅力を表現し続ける姿勢はファンから支持されています。 ファンは彼がやりたいことを追求し、新たな世界で輝いていく姿を期待しており、く君がやりたいことをできる世界が来る最高です。もうおドキドキがやばいです。と、今後の展開にワクワクしていることを表現しています。リーハタさんは、キンプリの楽曲、一番と月読みの振り付けを担当し、グループとのコラボレーションにおいて不可欠な存在でした。特に、 彼女の振り付けが金プリのパフォーマンスに独自の魅力を加え、ファンにとっては欠かせない要素となりました。5月22日、平野志耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんがグループを脱退した際、リー・はたさんは自身のインスタグラムでメンバーとの集合写真を公開し、英文で感謝の気持ちを伝えました。今まで出会った中で最高のボーイズグループの一つです。 彼らと一緒に仕事ができたことをとても光栄に思い感謝しています。みんな愛してるよ。というコメントはファンにとっても感動的な瞬間でした。このコメントからも平野耀さんと居畑さんの友情が深いことが伺えます。彼らの関係は金プリの活動が終了しても続いており、ファンたちは二人の交流を温かく見守っています。 この再会と即興ダンスの動画を通じて、平野潮さんはファンに彼の新たな挑戦や活動を示唆しています。彼の未来に対する期待が高まる中、ファンたちは彼の自なる一歩を楽しみに待っています。結論。平野潮さんが元、キング、リンチェプリンスのメンバーとしての活動から離れても彼の魅力と才能は健在ですです。 9月24日に自身のインスタグラムで公開したリーハダさんとの再会と即興ダンスの動画はファンにとっては嬉しいサプライズでした。彼らの楽しいダンスと共に添えられた意味深なメッセージからは平野紫陽さんが新たなプロジェクトや挑戦に取り組んでいる可能性が高いことが伺えます。ファンたちは彼の今後の展開にワクワクしており、もうおどきどきがやばい。 と、期待と興奮が募っています。平野耀さんと林畑さんの友情は、金プリの活動が終了しても続いており、ファンたちはその絆を温かく見守っています。林畑さんの振り付けが、金プリのパフォーマンスに独自の魅力を加え、グループとのコラボレーションを不可欠なものにしました。平野耀さんのファンは、 彼がやりたいことを追求し、新たな世界で輝いていく姿を期待しています。彼の魅力的なパフォーマンスと友情に溢れた瞬間は、ファンにとっては特別なものであり、今後の彼の活動に注目が集まることでしょう。